皆さんこんにちは、賃貸山崎の中山です。本日私は木津川市国見台でございますライブリー国見という賃貸マンションにやってまいりました。まずこちら、洋室となっているんですが、こちらの様子ですね、このように、テレビやテーブルなどを置いていただいて、ご家族の一家団らんのスペースとして使っていただける、そんな空間がございますね。そしてこちらの、洋室の奥にはこのように広々としたキッチンスペースがございます。こちらのキッチンなんですが、三口の、システムキッチンとなっておりまして、もちろんグリルもございます。釣り戸棚やこちら水切り棚、そして下にも収納スペースがございますので、キッチン用品が、かなりしっかりと収納できる、そんなキッチンスペースとなっております。また冷蔵庫もこちらに置いていただくこともできますので、かなりの、大きさの、冷蔵庫でも対応できるかなという、そんな広々としたキッチンスペースとなっております。そしてこちらバルコニーになっているんですが、こちら南向きのお部屋となっておりますので、かなり日当たりがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。ではこのまま隣の様子をご紹介いたしましょう。はい、こちらの様子なんですが、こちらもですね、このように大きな窓がついておりますので、あったかい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。こちらにもテレビを置いていただくことができますので、お部屋の使い方はですね、皆様ね、ご自由に考えていただいて使っていただければと思います。まだこちらの洋室の隣にはこのように6畳の和室がございます。こちらの和室なんですが、こちらご入居が決まったという段階で畳が新しくなりますので、ご入居される際には綺麗な畳となっております。奥にはですね、このように押し入れもございます。こちら扉がですね、それぞれに分かれておりますので、このように約1軒半ほどの幅がございますので、お布団や衣装などしっかりと収納できる空間がございます。ではもう一つの様子に行ってみましょう。こちら廊下を通っていただいて、こちら洋室がございます。こちらの洋室もですね、広々とした空間がございまして、このようにクローゼットも1つそして2つとございますので、コートや衣装などをしっかりとこちらも収納していただける、かなり収納力豊富な、収納スペースとなっております。ではこのまま水回りをご紹介いたしましょう。はい、こちらまず奥からですね。はい、こちらお風呂となっております。こちらのお風呂ですね、このようにですね、室内で、洗濯物を干していただけるように、このように、物干し竿みたいな形で使っていただけるものもございますので、ご自由にお使いください。また、こちら人気のシャンプードレッサーや、その隣にはですね、はい、室内洗濯機置き場もございます。そして、よいしょ。大丈夫ですか？はい、このように、お手洗いもございます。お手洗いはウォシュレットタイプとなっております。玄関スペースもですね、こちらこのように上と下に、はい、下駄箱がございますので、靴などもしっかりと収納していただけます。はい、木津川市国見台にございますライブリー国見、気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお先では皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。